きなこきなこは、大豆をいって皮を剥き、ひいた粉である。加熱により、大豆特有の臭みが抜け、香ばしい香りになる。語源は、きなる粉で、きなことも書く。ただし実際には、黄色ばかりの粉とは限らず、高大豆を原料にしたきなこは、高褐色なのに対し、青大豆を原料にしたきなこは、単緑色なので、青きなこや、うぐいすきなこと呼ばれる。餅に絡めて、 食べたり、和菓子の原料とする。ご飯の友として砂糖を混ぜ振りかけのようにご飯にまぶして食す場合もある。和菓子できな粉をそのまま使ったものとしては、酢浜やきな粉ね、じりがある。また、牛乳や豆乳などに混ぜて飲むこともあり、アイスクリームの原料にも使われるようになった。きな粉には多くのタンパク質が含まれている。また、大豆オリゴ糖により、全玉菌を増加させ、 食物繊維も多く含み、瓶を軟化させる栄養素を持つため、便秘改善に役立つ。また、粉にすることで消化が良くなり、大豆の栄養素を効率的に摂取できる。他にもカルシウム、マグネシウム、カリウム、リン、鉄などのミネラルも多く含まれている。前述のオリゴ糖の働きを上げるため乳製品を同時に摂取すると効率が良く、その利便性から2015年頃から、 プロスポーツ選手も牛乳に溶かすなどしてよく摂取している。2012年頃から続く健康食品ブームで黒豆から作られるきな粉が人気である。黒豆には抗酸化物質のアントシアンが含まれている。アントシアンには活性酸素を自らが犠牲になって吸収、還元する作用が期待されている。ただし、ガンを筆頭に 糖尿病などの生活習慣病の予防効果があると、謳われている点については、医学的な裏付けはされていない。また、黒ごまや抹茶の配合されたきな粉など、様々な種類が販売されている。大豆は、広く、飼料としても用いられるが、きな粉は脱脂せず加工するためカロリーが高いこと、また脂行性も高いことから、小豚や甲子の飼料に適している。 骨を強化したり、ミネラルを摂取したりするため。4. 豆類。日本食品標準成分表2015年版。文部科学省。PP56 から57。2016年8月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月17日閲覧。佐藤武吉。日本語の語源明治書院。2003年。森永聖火公式。 2020年5月21日閲覧日の出製粉株式会社公式、女子栄養大学三浦利予名誉教授監修。2020年5月21日閲覧大塚製薬公式。2020年5月21日閲覧オーザースビューティー。2020年5月21日閲覧アルカ調査薬局公式。2020年5月21日閲覧 エキサイトニュース。2020年5月21日閲覧。一般財団法人食品分析開発センター。中部大学応用生物学部教授。津田公藩、2020年5月21日閲覧。楽天公式。2020年5月21日閲覧。短味資料について大豆かす。JA 北九州2017年12月5日。閲覧。ありがとうございます。